ドラゴンクエスト5パート1いくよー。スクウェアエニックス、アーテピア、ピアッツァ、スクウェアエ、ユージホリ、ドラゴンクエスト5天空の花嫁実況プレイさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。冒険の書を作る名前、これは私の名前でいいのかな。じゃあそんにしておこうかな。じゃあ表示速度、いいや、なんでも。作成する冒険の書をメモリーカードに記録しますか。はい、よろしくお願いします。はい、ドラゴンクエスト5初見プレイになります。はい、というか私ドラクエ自体が初めてでですね、今まであのテイルズオブシリーズと恋愛シミュレーションゲーム、なんか始まった大臣パパスをお気持ちはわかりますが、少し落ち着いてお座りになってはいかがですかな。パパスを、そうだな、なんか王様、この人王様なの。あんまり王様らしくないか。パパス、三長、パパス様、パパス様、お生まれになりました。あ、出産。そうか。それでそわそわしてたのね。パパス様、おめでとうございます。本当に可愛い玉のような男の子で。よかったですね、元気な男の子ですって。あなた、よくやったな。おお、このように元気に泣いて。トンネラ？え、素敵なんですか？あ、これもしかして私の名前になるの？それはちょっとやだな。すいません、ちょっとリセットさせていただきます。はい、しかもなんかパッとしないって言われたしな、私の名前。じゃあ、あれ？これデフォ名とかないんですか？主人公、少年時代はまだまだあどけなさの残る男の子、その純粋な心の持ち主、主人公って書いてあるしな。主人公の父親、パパス。これさっきの王様だった人ですね。全然王様らしくない格好。父親でパパスって、絶対お母さんママスでしょ。あ、じゃあ、合わせようかな。そしたら、どうしよう。ムスコスとか。はい、決めました。決まりました。この人の名前は、まあ、あんまりね、なんか、悩んでもいけないのでね、まあ、パパスから取りまして、パパスに対応して、まあ、息子ということで、セガレ君ということにしましょう。じゃあ、やっていきたいと思います。終わる。それを。ちょっと待って。じゃあ、さっきのとこまで、カットします。セガレというのはどうかしら？セガレか、どうもパッとしない名だな。決まりました。マーサ？マーサって誰？
あ、お母さん、お母さんマーサなんですか。ママスじゃないの。パパスとマーサか。あれ、また、さっき見たけどな。遅っ。てててて、てててて、てててて。飛ばせな、あ、飛ばせ、あ、もしかしてムービーだったかな。ん？あ、こっから動かせるのかな。おう、背があれ、目が、なんか早かった。あ、夢だったのか、せがれくんの。外にでも行って、風に。はーい。あ、字幕っていうか、セリフ回すの早いですか？なんか、こうした方がいいとかっていうのがあったらおっしゃってください。じゃあやっと動けるんですね。なるほど。私ドラクエが初めてなもんで、あ、強さ？お、全員？話す、今話せる仲間を連れていない。調べられるのかな？お！薬草を手に入れました。引き出しを調べた。なんと、守りの種を見つけた。あ、階段。え、ここは地下なのか？家じゃないの？船だったの？え、何これ？え、首吊りの縄みたいな。なんとここは船の上だったということですよ。まさかの。あれ、でも外に出るって言ってたな。部屋の外にってことなのかな？ビスタの港。でも何もない小さい港なんだが、はい。どうした坊や、船長に言うならそこの船室？船長？ん？あまり気軽に出入りしちゃいけないぞ。いや、何か用かな。この先は船、特別室だ。足元を調べた。はあ。何もないとこで調べるを押すと足元を調べるのか。どうしたらいいんだろう。船長、じゃあ船長と話をしてみようかな。あ、いかにも船長っぽい人と、なんだろう、この緑の服着た人。え、話す。坊やはお父さんと二人で旅をしているんだってね。え、この人と、あ、話した。ルドマン？なんかお父さんは顔が広い人なのかな。あ、王様って言ってたしな。あ、そりゃそうだわ。
モンスターダジャレ全集、一角ウサギをいつか食うと書いてあるようだが、セガレには文字が読めなかった。え、あ、このナレーションはじゃあセガレ君とはまた別の人が読んでいるということなのかな。間違った。調べるだって。タンスに話しかけてどうするんだ。引き出しを調べた。何もなかった。うん、うん。うん、お風呂だ。なんかこのお風呂だけ発色がいい。あれ、調べられないの？話す。顔をんーと、呪文、セガレ、え、セガレ、あ、これ呪文を唱える人か、なんだ、セガレっていう呪文があるのかと思いましたよ。作戦なんか難しそうだな、作戦とかある戦闘。うん、私ドラクエ初めてって言ったんですけど、そうですね、あれやったことありますよ、スライムモリモリ、え、でしたっけ、え、でも少しなんですけど、あといただきストリートと、あ、あとヤンガスの説明書じゃなくて攻略本だけちょっと読んだことが あります。あ、この人さっき話しかけた、はい、攻略本だけですけど、なんか攻略本って読むの楽しくないですか、ゲーム持ってなくても。それであのアイテムのとこを見るのが好きで、焦げたパンとか、水に濡れたパンとか、ボヤもお腹が空いたのかな、ボヤのターンとどっちが上手だろうね。そう、あの普通のパンを持ったまま水たまりに入ると、濡れたパンになっちゃうんでしたっけ、あれ、ね、よくできてると思ったんですよ。はい、こう面白いなと思って読んでました。ずっと母親がいなくて、え、マーサさんは、え、めっちゃ高い、僕は樽って壊せるんじゃなかったかな、あれ、なんか持ち上げて投げたりとかということはないのかな。お、スゴロク剣、スゴロク剣、薬草、本日2つ目の薬草です。いただきます、いただきます。宝箱を開けるには鍵が必要なんですね。わかりました。じゃあどこに行ったらいいんだ。あ、じゃあこの樽も調べられるのかな。うん、またすごろく剣。港に着いたそうです。うんうん。お。
ビスタの港に上陸します。ん？ん？あ、動いた。あ、船長だ。うん、着いたみたいですよ。下に行ってお父さんを呼んできてあげなさい。うん。ん？どうやって行くんだっけ？あ、この辺、ここだったかな？お父さん、着いたよ。そうか、港に着いたか。村に戻るのはほぼ2年ぶりだ。ん？王様じゃないの？パパスさんは。あ、はい。ん？あ、この船の持ち主のルドマンさん？あ、はい、どうぞどうぞ。うん。うん。フローラ。あらあら。ありがとう。はい。あ。なんかこのゲーム、主人公がだんだん成長していくゲームらしいですね。今は少年時代ですけど、この次が青年時代で、もう一段階あるのかな。うん。これ今坊や坊やって言われてるちっちゃい時なのかな。うん。忘れ物はないか。タンスの中も調べたな。タンス、うんうん、まあ薬草いっぱいいただきました。はい。では長い船旅だったが、この船とも別れだ。リッツするか。はい。じゃあ船長、ずいぶん世話になった。体に気をつけてな。ん？蹴落としたあの人。バイバイ。2年ぶりって言ってたな。あ、すっごい緑だな、この人の服も。発色いいな。あ、あんたはパパスさん。あれ、パパスさんじゃないか。うんうん。うん。その辺で遊んでいなさい。とりあえずお前にこの地図を渡しておこう。不思議な地図。せがれは不思議な地図を手に入れた。昔の友達が作ってくれた大切な地図。うん。はい。割と奥へ行かないようになって、その辺で遊んできなさいって地図渡すんで。
なんか規模がでかい、でかいですね、その辺の規模が。あ、タレだ。タレ調べまーす。じゃあまあ時間もいいぐらいなんでね、この辺で一旦じゃあ止めておこうかな。はい、じゃあ、まあ、こんな感じで進めていこうと思います。はい、よろしかったらお付き合いください。じゃあパート1終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。はい、ここまで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 See you!